山本優子の脱力会議。皆さんこんばんは、山本優子です。佐々木千秋です、こんばんは。さて、この番組は柔道整復師で日本スポーツ協会アスレチックトレーナーでもある山本優子さんが研究を重ね確立した理論、脱力関節調律をフューチャーし、ラジオを聴きの皆様に健康になっていただくのはもちろんのこと、はい、脱力、力を抜いてをキーワードに、健康以外のいろんなテーマについても我々二人のガールズトークで明日からの活躍にしていただきたいというコンセプトのもとに始められた番組です。どうかラジオを聴きの皆さん、これからの30分リラックス、まさに脱力をしまして一緒に楽しんでいただけたらと思います。皆さん改めまして、山本優子です。まだまだ不慣れな点が多く、お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、皆様に私の理論、脱力関節調律の素晴らしさなどを少しでもお伝えしていけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは山本優子さんがどんな方かということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。山本優子さんは大学で健康や医療について勉強された後、柔道整復師、日本スポーツ協会アスレチックトレーナーとして研究と経験を重ねられ、従来のマッサージ手法とは全く異なる各部位に脱力を促し、各関節の正しい動きを取り戻す山本優子オリジナルメソッドを開発されるとともに、脱力関節調律理論を確立されました。現在は一般の方はもちろん、プロゴルファーの方々へ脱力関節調律に基づく山本優子オリジナルメソッドを施術され、このメソッドはなんと皆さん、ゴルフのスコアアップに大いに影響があると今注目されていらっしゃる若手女性施術師さんです。そしてこの脱力会議で番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在は佐藤製薬さんのエンペシド L、リゾンさんの CM 出演をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、脱力をテーマに頑張っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、こんな2人でですね、楽しく皆さんにね、少しでも健康になっていただきたいという思いとともに、日々の生活の中で脱力、力を抜くことのこの大切さみたいなものを感じ取っていただける番組作りを目指していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは、山本優子のラジオで優子式ゴルフ上達脱力術のコーナー。さあ、このコーナーは、ゴルフ関節調律により力を抜いて関節の動きを把握した上で、意識して動かすことで飛距離が出たり、ゴルフのスコアが上がったりと、現在レッスンプロを中心に静かなブームになりつつある優子式スコアアップエクササイズをあえてラジオというメディアを通じてレッスンいただくコーナーです。はい、題してラジオで優子式ゴルフ上達脱力術についてお教えいただくコーナーです。なお、もっと知りたい、詳しく見てみたいという方は、番組終了後約1週間程度の後、この番組の再編集映像配信版が YouTube にアップされますので、ぜひ合わせてご覧になっていただけたらと思います。そしてまた、実際に山本さんに施術をお願いしたいという方はですね、英語の小文字で NATURACA、はい、ナチュラカ、そして山本優子、はい、山という字に、本当の本で優しいの優に子供の子で山本優子で検索していただきますと、山本さんのスタジオナチュラカが出てまいりますので、そちらの方からお問い合わせください。それでは大変お待たせいたしました、山本さんお願いいたします。はい、ご案内ありがとうございます、はい、では今日はゴルフについてお話ししていきたいと思います。はい、では早速ですが、千秋さん、はい、ゴルフの動きってどんな動きですか、わかりますか。右から左に行くイメージですね、私は。なるほど、右から左に行くイメージ、はい、合ってます。すいません、当てちゃった。どうやって右から左に行くかっていうと、はい、背骨の回旋動作をすることによって、はい、まあ、手が動いてボールに当たっていくっていうものですね。はい、なので本日は背骨についてお話ししていきたいと思います、はい、はい、背骨っていうのは3つのパーツに分かれていまして、はい、頸椎っていう首の骨、はい、胸椎という肋骨につながっている胸の骨、うん、はい、腰椎という腰の部分にある骨、はい、3つのパーツがあるんですけれども、はい、どこが一番回旋動作回ると思いますか。
腰じゃないですかね。違うのかな。大抵の方腰ってお答えいただくんですよね。はい、だから腰を回せとか腰を回すっていうイメージってすごくあると思うんですけれども、あります、はい、実は一番回るのは首なんですね。え、そうなんですか。首ってよく回るじゃないですか。あ、確かにそうですね、はい、ただまあゴルフにおいて首にそんなにこうぐるぐる回すようなスポーツではないので、はい、体幹の部分、胴体の部分で、にあるのが胸椎っていうさっきの胸の部分と、はい、腰椎という腰の部分。そこでどっちが動くかっていうと、はい、胸椎なんですね。あ、胸の方、腰じゃない方です。はい、腰椎、腰の部分って、はい、回旋可動域、まあ、どれぐらい回るかっていうと、5度なんですよ。それしか、ま、回らないんですか。そうなんです。5度しか回らないんです。衝撃です。なのでここを回そう回そうと頑張ってクラブを振っても、はい、ゴルフが上手くなるどころか腰を痛めてしまう方っていうのが非常に多いんですね。うん、そうですよね。なので動かすべきは腰ではなく、はい、胸椎、肋骨とつながっている胸の部分。あ、ここは35度から50度ぐらい回旋すると言われています。はい、なので本日は、はい、ここをよく動かせるようにするエクササイズをお伝えしたいと思います。胸の心ですね。はい、はい、これはあのご自宅でゴローンと横になっていただきながらやっていただくのがおすすめなんですけれども、はい、まあ、横向きにゴローンと寝ていただいて、はい、手と手がパチンとひっつくように寝転がります。はいはい、そこから上の手を反対側の地面につくように開いていきます。はい、そうですね、このなるほど、はい、例えば左だったら左側に体を向けていて、はい、左の手地面に手が乗ってるような状態から、はい、右手を右の地面につくように開いていきます。はい、あ、開いたり閉じたり、はい、開いたり閉じたり、はい、動きとしてはとても単純シンプルだと思うんですけれども、はい、これもまた意識をすることがとっても大切でして、はい、さっきのこの胸椎っていう背骨の部分をきちんと回旋させることが大切になってくるんですね。はい、なので気分はでんでん太鼓。お、なるほど。でんでん太鼓になった気分で背骨を回した結果、はい、腕が開いていく。あ、確かに背骨が回った結果腕が戻っていく、戻っていくっていうでんでん太鼓になりきるような動きをしていただくと、はい、胸椎の回旋がうまくいくようになって、うんうんうん、ゴルフのスイングもより楽に大きな気持ちいいスイングができるようになっていきます。へえ、こうね、でんでん太鼓って確かにね、あの、何ですか、ぶつかる部分から動かないですもんね。その通りです。そうですよね、はい、中心から動いてるからね、ぶつかるんですもんね。もう、なるほど、分かりやすいです、すごく。中心から動かすことで効率よく動きが出すことができますので、うんうん、はい、ぜひゴルフに行く前、練習に行く前にはこのエクササイズをしてからやっていただけると嬉しいです。はい、うん、これをやってから行くのと やらずに行くのでは全然違くて、はい、実際施術させていただくってこのエクササイズをした場合は、はい、直後はだいたい15ヤード20ヤード距離が伸びる方がほとんどです。はい、それは耳寄りな情報じゃないですか皆さん。いや、もうね、ゴルフってなかなかこう皆さんね、上手くなるために行かれたりすると思うんですけど、はい、この実際にやっていただくだけで少しね変わったらやっぱりね嬉しいですもんね。はい、ぜひご自宅でね、はい、あの簡単にできるエクササイズだと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもですね、こう一度ご自身のお体の動きまずチェックしていただきながら今日のエクササイズも試してみてください。ゴルフに限らず別のスポーツはもちろんのこと、日常生活の動きなどにも転用できるんじゃないかなと思います。はい、その通りです。はい、以上、ラジオで有効式ゴルフ上達脱力術のコーナーでした。改めまして、現在放送中の脱力会議、担当は山本優子と佐々木千明です。さて、ここからはスペシャルゲストをお迎えいたしました。はい、第1回のゲストは東京目黒でポジティブリアルエステート株式会社を経営されていらっしゃる近藤哲也さんにお越しいただきました。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、はい、まずは簡単に近藤哲也さんについてご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、近藤哲也さんは1972年に兵庫県神戸でお生まれで、神戸の高校卒業後、いわゆる日本経済がバブルの全盛期で、もともと関心があった金融や経済を学ばれ、念願の大手証券会社に入社されます。
しかしながらですね、仕事にやりがいを感じられず、子どもの頃から興味を持っていたお笑いの世界に飛び込み芸人になりました。ただですね、このお笑いの世界もとてもね厳しく、芽が出なかったら30で辞めると決めて進んだ芸人の道、その通りに30歳ですっぱり芸人を辞めになられました。そしてその後いろんなご縁を経て不動産業界へ、そして2011年ポジティブリアルエステート株式会社を創業、代表取締役として現在成功を収められご活躍中です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、ね、とても初めてのゲストさんなんでね、私たちもとても緊張して、はい、ちょっと恥ずかしい気分でございますけど、はい、ゆうこ先生とこんな綺麗な女優さんがいてみてびっくりしてます。お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まずはですね、はい、こうなかなかこうドラマチックな経験をお持ちでいらっしゃる近藤さんなんですが、うん、今振り返ってみられて高校生の時のご自身に何と声をかけてあげたいですか。はい、高校生の時に自分に声をかけるとしたら、はい、まあ、そのままだそれでいいけれども、はい、あまり調子乗んなよと結構なんか天狗だったかなとかで思ったりとか当時はしてるので、はい、はい、なんか自信さえあったら何でもいけるんだと思ったんですけども、はい、世の中甘くないぞと言ってあげたいです。でも夢は忘れるなと言ってあげたいです。大事ですよね、はい、うん、なるほど。でそもそもですね、うん、この山本さんと近藤さんって、はい、どういった出会いだったんですか。ですね、はい、経営者の会みたいなところで知り合って、はい、そこからですね、大変お世話になっております。はい、こちらこそお世話になっております。どうも。そうなんですね、はい、なんか近藤さんが覚えていらっしゃる第一印象、ゆうこさんの山本さんのね、はい、第一印象ってどんな感じだったんですか。はい、そうですね、まあこれ皆さん同じように思うと思うんですけど、はい、結構ゆるキャラな感じなんですよ。あ、可愛らしいな、ふわふわしてるなって思うんですけども、はい、やっぱり話すと芯がしっかりしている、うん、その通りですね、うん、ちゃんと志を持って目標も明確なんで、はい、いやすごい経営者だなって、こんな若いのに、こんな若いのにっていう言葉が失礼なくらい、はい、そんな感じでございます。はい、もうそうですね、私もそう思いますよなっていうふうに思ったんでね、はい、はい、じゃあ実際も山本さんから、うん、山本さんは近藤さんの第一印象ってどうだったんですか。はい、正直に言うとめちゃくちゃ明るくてめちゃくちゃ派手だなっていう印象でした。まさにポジティブな印象を受けましたね。そうですね、私も今日初めてお会いさせていただきましたけど、すごくパワーを感じるというか、とんでもないです。すごく明るい、大人げないかもしれないですけど、大丈夫ですか。いやいや、全然本当良かったです。それは、はい、すごく、はい、私たちが笑顔にもう思わずなっちゃう。そうですか。そんな感じで。じゃあもうちょっと笑っていただいていいので、はい、よろしくお願いします。はい。はい、さてですね、近藤さんにお話を戻させていただくんですが、はい、大手証券会社からこういきなり芸人の世界へ飛び込まれた際、はい、ご家族とか周りの方からの反対とかはなかったんですか。正直ですね、はい、反対はなかったです。なかったというよりも反対できなかったんですね。理由は誰にも言ってないからです。はい、あ、誰にも言わずトントンと計画を進めていったという感じですね。はい、じゃあでもどっかのタイミングで伝えてますね、うん、そうなんですよね。で実を言うと最初オーディションとか受けまくったりとかしてたんですよ、はい、で連絡がつかないからって実家に行っちゃって、はい、でオーディションはどうたらこうたらって言われて、はい、でオーディションでどういうことでしょうみたいになって、はい、おい哲也どういうことやオーディションでっていう話になって、いや実はとこうこうこうでやって、はいはいはい、もう話は進んでるからって言って、はい、ってなっちゃって、はい、もう、はい、もうそのオーディションの頃にはもう私も証券会社辞めてますから、あ、そうですよね、うん、結構多分立ってらっしゃいますよね。そうですそうです。もう残念な結果で親からしたらなっちゃいましたけども、はい、なるほど。ちょっと現実としてすぐにはこう消化しきれなかったかもしれないですね、うん、そうですね、もしかしたらね、はい、あえて今の若者に言うならそんなことはやめなさいとちゃんとしっかり親に話してからしましょうねと言ってあげたいです。人生の先輩からのお言葉でございます、はい、そういう感じでございます。はい、でそこからこの芸人をお辞めになられて、うん、今度はなぜ不動産業界に行こうと思われたんですか。そうですね、結構実を言うと、はい、芸人を辞めて 2,3 年ぐらいプラプラしてたんですよ。プラプラしていろんなアルバイトしたりとか、はい、日雇いしたりとかしてる時に、はい、本当それこそたまたま、はい、まあ、食事屋さんなんかどっかのファミレスかどっかですかね、見たらよくフリーマガジンというか、あ、はい、書いてありますね。それを見た時に、はい、募集記事が書いてあったんです。時給1400円で、はい、電話営業の不動産
って書いたんですよ、はい、時給1400円も良かったし、なんか不動産って面白いなと思って門を開けたのが最初です。そうです、フリーペーパーからのスタートです。私知りませんでした、うん、フリーターの行く先はそうなるんですよ大体。いや、はい、そうなんですよ、すごいですね、あのまあ電話営業やっぱり不動産、あの芸人の時は売れないもんですから、結構電話営業とか電話のお仕事って結構してて、あ、そうなんですね、喋りのお仕事は結構してたんですよ。うん、なのでこれだったらもしかしたら自分もというきっかけでしたね。はい、でもね、なかなかこう、うん、ご自身でなんか不動産のこと詳しかったとか、はい、そういうことでもあ全くないです ね, ですよね、はい、なかなか勇気いますよね。さすがポジティブな、全然さすがでもなんでもないです。そうだったんですね、はい、なるほど。で実際にその、うん、まあ、このテレアポのバイトをされて、うん、はい、でそのこう不動産で正社員になるまでの道のりが、これ私すごく面白いなと思って拝見したんですけど、はい、あの実際にもうアルバイトされて、はい、すぐにもう物件が売れてしまったとね、そういうことですね。まあ今日その日にじゃあ電話してみろって言って、はい、研修が終わって入社したその日ですね、はい、午後から電話をして次の日のアポイントが取れて、はい、そのまま物件が売れたんですよ、はい、でやっぱりそんなに早く売れる人はいないっていう部分もあって、社長から、まあ、アルバイトじゃなくて正社員にならないかっていう話もあったんで、はい、まあなんとなくやってみてもいいかなっていう気分で、はい、なんとなく始めちゃったっていう。へ、脱力でしょ、脱力でしょ、そうです、そうなんですね、はい、いやなかなかね、すごい、とんでもないです、すごいですよ、本当にすごくないです、憧れます。いや憧れちゃいけないですよ。そうですか、こういう大人になっちゃいけないっていうのが私の行く末がこんな感じになっちゃいます。いやいや、そんなことはない、はい、よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします、はいはい、そしてですね、会社名にもあります、はい、ポジティブという言葉について、はい、近藤さんがお考えになられるこの言葉の持つ意味とはどんなものでしょうか、はい、まあ、ポジティブって、まあ、普通で言うと前向きとか、やっぱそういう意味だと思うんですけど、はい、あのまあ、世の中よくポジティブっていう言葉がはびこっていて、はい、ポジティブになろうよ、どうのこうのしようよって、まあ、言うんですけど、はい、あの人って意外とポジティブなったりネガティブなったりってそういう時って結構あるんですよ、はい、うん、それはもう誰しもそうだと思うんですけども、いい時って大体ポジティブなもんじゃないですか、はい、うん、そうですね、前向きな言葉って入ってくるじゃないですか、はい、それって当然のことで、そんなことよりもやっぱり人やっぱこう生きていく中で落ち込む時って絶対あるんですよね、はい、悲しい時、切ない時、はい、やっぱいろんなことをやっぱり仕事もあったりいろいろあるじゃないですか、はい、その時にポジティブに入れるかどうかっていうのがすごく僕は大切だと思っていて、うん、なんかそんな時こそポジティブに行きたいっていうか、ポジティブにいなきゃっていう言葉も、はい、こう決意の意味も込めて会社名にしたという感じですね。かっこいいでしょ。いや、かっこいい、かっこいいですよ、まあ、ちょっと間があったから先に言っちゃったけど心の中では、あ、よかったよかった、すでにそれはよかったですね、その言葉は、はい、ありがとうございます。あのこのポジティブという言葉、はい、結構やっぱそのお仕事、うん、まあ、普段のこう経営をしている中でも、はいはいはい、お客様にこう伝えたりとか、はいはい、まあ、社員さんに伝えたりとか、はいはいはい、そういったことを活用されたりはされてますか。これが意外と、はい、あのポジティブだからといってなんかよく言うじゃないですか、もっと前向きに言おうよとか、ポジティブで行こうよとか言って、はい、ポジティブの押し売りはしたくなくて、はい、なんかもう僕は自分の中でいつも思ってるのが、はい、ポジティブは気持ちの中で思っていて、はい、例えば何かを成し遂げた後、例えば私どもでいったら契約とかね、やっぱりあれです、はい、不動産ってではネガティブな契約であったりとか、売り主と買い主がやっぱり相反するもんなんで揉め事もあったりするんですよ、はい、その時に最終的に終わった時になんかポジティブな経営だったな、あのポジティブな不動産契約だったなとか、うん、あの御社に任せてよかったな、はい、そう思ってもらえればいいかなっていうような心意気でやってますね。なるほど、はい、まあ、確かにね、うん、自分の家を買うってなったらいろいろね、こうやっぱ迷うでしょう、ね、迷いますし、うん、心配になっちゃったりとかしますけど、そうですね、はい、最終的にあ、なんか良かったかもって思えるって大事ですよね、うんうん、それ大事かなと思って、うん、なるほど、はい、なるほど。実際こう近藤さんがお仕事されていて、はい、一番こうお客様から元気をもらわれたエピソード、うん、まあ一つにはならないと思うんですけど、はい、一つ何か思い出に残ってることなどありますか。そうですね、ちょうど私がまあやっぱり経営してる時に落ち込む時もあるわけですよ、はい、売り上げがで落ち込んだ時があった時にたまたまその時に、はい、まあ実を言うと人の紹介から契約が一つポンとこう
いい契約が決まった時があったんですね、はい、で、あの、まあ、その契約決まったんですけども、そのお客さんって実はうち、あの、不動産の投資家会員様っていうのが会社の中にあって、はい、このそのように登録しているお客様だったんですよ。でその時に言ってくれたのが、はい、実を言うとその登録したのが 2,3 年前だったらしいんですね、はい、で実を言うと 2,3 年前からずっと近藤さんの登録されていて、私メルマガも発行してるんですけども、メルマガを拝見させていただきましたと、はい、私はずっとあの近藤さんの話でやったりとかメルマガの内容を見ていたので、ずっと親近感があったと思ってましたと。それで今回こういうふうに契約させてしていただいて、はい、本当に良かったと。なんかあの久しぶりに昔の友人に会った時に近藤さんに初めてお会いしたって言ってくれたんですよね。その時になんか、まあ、あの少しずつですけども会員増えたんですけど、はい、その時はやっぱり全然増えなかった時期でも、最初の頃のそういった会員さんがあの何年か経って契約が成就した時に、はい、あのそういうふうにおっしゃっていただいた時はすごくやっぱありがたいなっていうか、うん、コツコツやってきてよかったなとは思いましたね。いやね、はい、なかなかこう身近に感じていただけるってすごくまた嬉しいことですね、うん、嬉しいです ね, ですね、うん、ありがたいです。いやなかなか素晴らしいエピソードをいただきました、はい、心が温かくなりました。はい、はい、本当ですか本当ですよ。本当です。だったら大丈夫です、はい、それではですね、あの番組のコンセプトが、はい、リスナーの方に元気になっていただくということで、はい、近藤さん自身が元気とか健康とかについて普段心がけていらっしゃることは何かございますか？心がけていることはですね、はい、あの最近私やっぱりこうちょっとずつ太ってきたりとか、健康診断が良くなかったりとかするので、はい、分かりやすくよく噛むとか分かりやすく、うん、よく噛んで食べようとか、はい、あの水はこうどうなんですかね、あの食べる時に飲み込まないとか、はい、そういうことをやってます。あとやっぱりね、有効先生に教えてもらった、うん、やっぱり首をですねこう、はい、回すやり方ですね、うん、はい、で有効先生にいただいたその、とあるアイテムをうちにあるんですけども、はい、それが私の健康の鍵でございまして、ありがとうございます。それをあの実を言うと枕元に置くことで、はい、いろんなことが起きるんです。いろんなことが起きる、はい、いや想像しちゃいますね。想像しちゃいますよね、はいはい、想像できないことかもしれないです ね, あ、そうですね、はい、もしかしたら、はい、続きはまた続きはまた楽しみにしていますありがとうございます、はいはい、そしてですね、この番組のタイトルにもなっている山本優子の脱力関節調律、うん、近藤さん実際に体験はされていらっしゃるんですかね。させていただいてます。いかがでしたか？あとですね、あのびっくりしたこの2つあるんですよ、はい、まず1つ目が、はい、あのまあ、先ほど首の話しましたけど、とにかく私は首のどうですかね、可動域が悪いんですよ、うん、回らないんですよ。はいはい、あの回らなくて、はい、まあ、自分はこんなもんなのかなって思ってて、はい、やっぱりこう右左上下、うん、回らないんですね。で僕こんななんですっていうことでお伝えさせていただいて、はい、やっぱりそれで施術終わった頃には明らかに可動域が変わってたんです。へー、明らかにやっぱりこう見る場所が変わってるので世界が変わるんですよ。あ、そうですよね、はい、これはもう驚きでしたね。ありがとうございます。はい、あとそれが一つ目、あと二つ目が、はい、ついこれも本当1週間ぐらい前のことかと思うんですけども、はい、あの首をこういうふうに触っていただいた時に、はい、近藤さんあの右の、奥歯でよくあの噛んでませんかって言われたんですよ、はい、で言いました。あ、そう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 って、うんうんうん、で僕はすごくこう硬いですと、はい、であの最近ずっとこの右のあの首元が硬いな、後ろの付け根が硬いなと思ってたら、はい、実を言うとその数ヶ月前から僕左の奥歯を抜いたんですよ。これ彼女に言ってなくて、はい、聞いてなかったです。今までは左で噛んでたんですけども、それを右で噛むようにしてたんですね。うん、それが原因で硬くなってしまっていて、それが原因であのやっぱりこう首が硬くなっていて、まあ、それでやっぱ頭痛とかするじゃないですか、はい、でそっからやっぱり言われてからやっぱこう、はい、あの左の、奥歯で噛んだりとか、うん、あと前歯で噛んだりとかちょっと違うようにしてきてやっぱそれはそれで楽なんですよ。あ、やっぱそう考えるとやっぱりこう、はい、あの指摘されることがもう明確であるっていうのは、うん、やっぱりこれはすごいし、うん、そうですね、もう大したもんだなとは思いますね。ありがとうございます。はい
いやなかなかねこうやって見つけてくれる人ってなかなかいらっしゃらないことが多いね。いや本当そうですよ。出会いってすごいなって、うん、一瞬占い師かなと思いましたドンピシャすぎてなんでわかるんですかみたいなね、はい、そうなっちゃいますよね。わかります。はい、はい、ではですねここで今回のゲストポジティブリアルエステート株式会社代表取締役の近藤哲也さんから、はい、何か告知そしてラジオを聞きの方々へのメッセージございましたらお願いいたします。はい、そうですね、まあ、告知と申しますか今日ですね、はい、まあ、こういう形で初めてラジオで共演ということで優子先生させていただいたので、はい、せっかくなのであの例えば、ポジティブさんの紹介でとかキーワードがポジティブと言って先生のところに行くとですね、はい、行くとなんと先ほどの魔法のアイテムを一つプレゼントさせると。あ、そうなんですか、はい、いいんですか、はい、それをうちが、まあ、スポンサリングじゃないですけどなるほどなるほど、はい、ね、そうさせていただきます。ありがとうございます。これはもう気になっちゃいますよねなんで私もと言いながら誰も来なかったらやべえなと思っちゃいますのでちょっと拡散拡散で拡散拡散、はい、やっていこうかなと思ってますはい、皆さんよろしくお願いします。ポジティブです。ポジティブですはい、もう本当にね楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます、はい、今回のゲストはポジティブリアルエステート株式会社代表取締役の近藤哲也さんでした。近藤さんお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。どうも皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。今回の山本優子の脱力会議いかがだったでしょうか。この番組は月2回の放送で毎月第2第4火曜日夕方18時からお送りいたします。次回もぜひお聞きいただければ嬉しいです。はい、優子さんとしてどうでしたか今回。いや近藤さんが来てくださってとっても楽しかったです。うん、楽しかったですよね。もう本当にありがとうございました。またですね、この番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらのアドレスまで お便りの方をお待ちしておりますのでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com 山本優子の脱力会議までお願いいたします。それではまた次回の放送でお耳にかかりましょう。皆様のお相手は山本優子と佐々木千秋でした。ではまた、ありがとうございました。